隠れれる場所はそこにロッカーがあるね。紙にメモが書かれている。4つ全部足すといくつでしょう。何が？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回はね、さあ私ヒロシ編をクリアしたので、今度はタケシ編をやっていきたいと思います。始める。このシナリオを始めますか？途中で変更することはできません。オッケーです。タケシ行こうじゃねえか。なになになに、どこ？これはあ、はあ、ここまで、はあ、来れば、はあ、化け物も追いかけてこないだろう。ヒロシとはぐれちまった。どうしてこんなことに。そうだ、俺たちはただ旅行から帰ってただけじゃないか。あれ、帰りやったんや。そうだ、これは船酔いであの時。ん？どの時？ケシ、タケシ、タケシ。うわぁ、よかった、気がついたか。うう、気分が悪くてうなされてたみたいだ。脅かさないでよね。悪い。あれ、ヒロシは？さあ、トイレでも行ってるんじゃない？ヒロシが何？前回私が動かしよったやつよね。そうか。俺もちょっと外の空気を吸ってくるよ。船酔いしてるんだから気をつけろよ。ああ。もう動かせる感じ。あ、動かせる。え、話しかけれないの？まさかの、え、誰とも話せないの？外に行けってこと？どこ外？上？はい、上に行きまーす。通れんやん。お？嵐かもしれん。すぐに操縦室に戻らねば。え、なんなん？操縦しよらんの？どういうこと？船長さんと船員さん？何かあったのか？慌てて操縦室に向かっていったな。え、操縦室におらんもんなん？無人？無人ですか？誰この人？この上の甲板はすごい気持ちよかったわ。なるほど。でも嵐来よるみたいやけど大丈夫？ねえ、ヒロシ。ヒロシ？どうしたんだよ、ぼーっとした顔で独り言話して。俺に気づいてない？ヒロシも船酔いか。この時やない？あの、ねえ、女の子とお母さんに話しかけられた時って。え、絶対そうやろ。え、怖い。こういう感じやったんや、周りから見たら。誰も周りにおらんし、一人ごと言って、しかもこっちの存在にも気づいてないみたいな。怖っ。たけし大丈夫なの？あれ、そういえばヒロシはどうしたんだ？そういえばまだいないわね。トイレでも行ってるんじゃないかしら。あ、ヒロシが戻ってきたぞ。お、来た来た。ヒロシ、どこ行ってたの？たけしの船酔い、まだ治らないみたい。俺はだいぶ回復してきたぜ。無理するんじゃないぞ。お、なんか音が。なんだか揺れがひどくなってきたわね。確かに、お？なんだ？船内に皆さん、急な嵐に見舞われております。近くの手すりや石などに捕まっていてください。さっきまで気持ちいいとか言ったのに、気持ち悪い。ねえ、怖いよ、タクロー。大丈夫かな？このくらい、すぐやむさ。船内の高波だ！とは！もうなんか波に飲まれとるやん。そんなんあったっけ、ヒロシ目線の時って。記憶にないんやけど。え？何？うわぁ！飲まれた？そうだ。乗ってた船が沈没したんだよな。なんとか俺は生きてて、その後病院でヒロシと合流できたんだ。それなのに、焼却炉であの化け物に。あ、なるほど、あの時か。あ、ここね、別れた。あ、そうよ、ここからたけしがどうなったかわからんくなったんよね。何や、動けるの私。なるほど、ここで、猛ダッシュ。ヒロシ、無事だろうか。大丈夫、ヒロシは最後まで一人で生き残るから。ん？化け物がまだ追ってきてる。ガタガタガタ。うわぁ！何？やめてよ。振り切ったんでしょうね。こういう岩とかちょっと気になる。もうなんか突然現れそうな気がしてしょうがない。階段があるよ、階段。びっくりした。めっちゃびっくりした。やめて。ちょっとそういうの。そういうのどうかと思うよ、私。なんなんこのエリアも気持ち悪い。
なんかほら、青鬼が出てきそうな感じのさ、わけわからんぐっちゃぐちゃの壁とかあるしさ、何この青まみれ、ちょっと待って、壁やし、ここ。来たー、ちょっと待って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  待って、たけしはブルーベリー色の巨人に追いつかれてしまった。待って、隠れる場所、隠れる場所をまだ把握できてない。はい、コンティニュー。よし、さあこれでどこへ行ったら隠れる場所があるのかをちょっとまず考えていかなくてはいけないでしょう。あ、井戸がある。こっちに井戸があるよ。オッケー、把握。中はゴミだらけだな。何か使えるものがないか中を漁ってみるか。長押しで引き出しの中を探る。この長押し中に青鬼がやってきたりすることがあるってこと？え？どうなん？ カッターを手に入れた。てか、ちょ、待って。セーブするの忘れとる。セーブ、セーブ、セーブ。はい、セーブします。オッケー。はい、セーブしました。ふう、これでとりあえずここから始められる。何あれ？なんかあるよ、これ。サイコロ？ 4 のサイコロ。し、あるのみ。ほっ。さあ、ここから、どこへ行けばいいんだ？上。てか、これはさ、何？広し編では一回も来んかった場所？ん？入れない。何もないの。ん？ここにもなんかサイコロあるな。5？ 4、5。何？なんて？特に怪しいものはない。はい。隠れれる場所はそこにロッカーがあるね。紙にメモが書かれている。4つ全部足すといくつでしょう？何が？ 何が？あ、とりあえずここになんか入力できる場所があるっぽいね。鍵がかかっている。カッターじゃ何もできんね。とりあえず先に進んで、鍵かかっとるやん。こっちは？なんかめっちゃ不気味ないけど、全体青くない？これ、やばくない？いやー、なんかこういう青いとこってさ、青鬼が現れそうで嫌よね。てか、なんなんこれ、ロッカー？台座？台座を回す。回した？ え？回した？鏡があるね。この鏡を、鏡がはめ込まれている。で？ で？台座を回す。あ、ここにも鏡があるってことかな、じゃあ。でもなんか、これは回せないの。これ台座回せとる？本当に。あ、こうなって、これ多分鏡に、なんかキモいんやけど、キモい、なんか怖いんやけど、これでどうすればいい？これで、回して、すべての鏡に反射させるようにしたらいいってことかな。これ反射しとる？え？これ反射しとる？楕円形のくぼみがある。あ、これ鏡じゃないんや。なるほどね。これは鏡ではなかったっぽい。ん？ここになんかあるけど。とりあえずこっちのドアノブを手に入れた。ふんふんふん。次ちょっとこっち。でもこれ届かんよね、こんなとこまで。こんなとこまで明かり届かんよね。どうしたらいいんやろ。どっかに鏡とかが落ちとるってことかな。鍵がかかっている。ちょ、待って。もうなんかすごい鳥肌が。来たー！待って、待って、待ってって、たけしはブルーベリー色の巨人に追いつかれてしまった。でね、あっちに行こうとしたんやけどさ、あっちに井戸があるやんか。どうしたらいいん、あれは。ロッカーの方に行けばいいんかな。ロッカーどこにあったっけ？ ロッカーどこにあったっけ？ちょ、待って。なんかこんなね、真っ青なところ何にも。お、机にくぼみがある。備え付きの引き出しにはロックがかかっている。何この不気味なベッド。ありえん。あ、ここにもサイコロある。6？4、5、6。
じゃ、その次は何かな ?3 かな ?7 はないよね。あ、こっちにも井戸が。え、でもこっち井戸あるけどさ、蓋なくない?特に怪しいものはないようだ。これ調べたらなんか出てきそうな。蓋もないし枯れてない。この井戸には隠れられそうにないな。あ、水が入っとんや。なるほどね。ふんふんふん。じゃあ、この井戸は無理として、4つ全部合わせるとって言ったよね。残りはどこにあるんだい?鍵かかっとるやろ?ん?ドアノブがついてない。このままで開けることができない。あ、ここにドアノブがついてないドアがあるんか。なるほど。ほいほいほい。ということで、こことりあえず照らしといた方がいいんかな。台座回して回して、ここ回しよる間に出てきたりとかせん?だってなんかさ、歩いた歩数によるみたいなこと誰か言おったやん。とりあえずこれも向こう向けとくか。一応今のところ関係ないけど、ここ、ただのくぼみやし。でもそのうち多分鏡をここにはめるはずやけん。これで、はい、ドアノブ。ここはこれ単体やったら別に何も光ってないんやねん。どこ発信の光?これドアノブやろ?え、ロッカーなかったことない?横?あ、今の部屋にロッカーあったんかな?ちょ、待って。え、じゃ、ないわ。全然ないわ。上か?あ、上やね。ここにロッカーがあったんや。ドアノブを使った。ちょ、怖い。ちょ、めっちゃ怖いんやけど、セーブしてこう。はい。よし、これで?何これ?これ何もないん?なんか絵かかってない?棚の中に何か入っている。お、青い液体を手に入れた。青い液体?これ何に使うの?やめて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 、来ないで来ないで来ないで、来そう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 、遅くね?ちょ、待って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 、来ないで来ないで来ないで、何?早くない?今度は。ちょっと待って待って待って、来ないで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 、移動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 。間に合った?間に合った?今。来た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 。近い近い近い。出た?ふぅ。びっくりした。何あれ、棺桶?とりあえず、どっから来たっけ?こっちからか。ここからか。ちょ、待って、一旦セーブしよう。とりあえず、青鬼から逃げたから、今。逃げ切れたから、セーブしまして。で、青い液体を手に入れたよね。この壊れた石膏は、関係ない。これも別に関係ないんか。こっちは?この像。ああ、何?押せた。押せたけどこれどうしたらいいんやろ。え?これ押してどこに持っていけばいいの?これこの部屋から出すこともできるんかな?それはできんのかな?へいへいへい。あ、出せた出せた。ってことは、あっち側に、なんかね、地面にくぼみがあったけん、あっこにもしかしたら置けるんかな。うわ! 壊れた!壊れたよ! え、壊れたんだけど。でもなんか、大きなかけらを手に入れた。どの部分のかけら?これ。しかもこのかけら、何?どこで使うの? え、どこで使うの?これ。壊れちゃったんだけど。で、まあなんかアイテムゲットしたってことは、これでよかったってことよね?多分。多分。このかけらどうするんやろ?そんなもの使えそうなとこあった?かけら。この火は?とても強い火だ。ふんふん。ちょっとかけら調べてみよう。
とアイテムで大きなかけら、器の片割れのようだ。器の片割れ、なんでそんなものが入っとったん？なんかよくわからんね。青い液体は気味が悪い液体だ。どこで使うんやろ。カッターは昔のもののようだが刃は未だ鋭い。なんかどこで使えばいいのかよくわからんようなものばっかりやね。何をどうすればいいんだろうか。私ここまで持ってきてさ、あの台座に設置するんかなーってちょっと思ったんやけど、全然違ったね。全くもって違ったね。なんだ？鍵かかってますよね。鍵がかかってますよね。ここに、楕円形のくぼみ。いや、でも関係ないか。なんかアイテムを使えそうな場所がさ、全然ないんよね。もう一回、二回。見てみて、普通に何もないな。ここは鍵かかっとるし、ここは何もない。何もないのか。ここはもうこれで行き止まり？行き止まりだな。ここの中とか入れたりせんの？隠れる。アホニが入っとったようなところに入りたくないけどね。入りたくはないけども。これマジで何？絵じゃないの？関係ないの？何もないの？もうあとは何もなさげだな。怪しいものはないっぽいし。ちょっと待って、ちょっと待って。2回目いける？通用する？はい。いやでも、この部屋の中に入ってきてなかったら大丈夫なはず。怖いんだけど。めっちゃ怖いんだけど。怖い。なんか同じ場所に2回入ったら、もうアウトみたいなのあったら怖いよね。ああ、出ていった。よかった。出ていったふりとかじゃないよね。よかった。めっちゃ恐ろしいんだけど。嫌だわ、もう。今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。